大変皆様お待たせいたしました。こちらからゲストコーナーでございます。さて本日のゲストでございますが、なんと片山さつき参議院議員がお見えになっております。さつき先生、はい、こんばんは。こんばんは、片山さつきです。こんばんは。いやこの番組ね、嬉しいです。ここに来られて、もうなんかね、月曜日の沖縄の声に、うん、国会議員が出てくれるなんて、ね、お待ちしてましたよ。本当に嬉しいことなんですけど。ありがとうございます。さあ今日もさつき先生、本当に沖縄の悲観桜のような、ね、うん、入れたちで、あっと鮮やかに、お待ちでございましたね。はい、バッチリでございます。さてでもさつき先生、今回どういったあの要件で沖縄の方に見えられたんでしょうか。はい、まずあの昨日ですね、私の長年の仲間である石垣の中山市長が改選を迎えるんですが、はい、急遽、もともと保守かなと思ってた人が辞めて共産党系と組んで対抗馬で出ちゃったんで、これは大変だと思って、はいはい、事務所にも入りましたし、決起大会にも顔出して、あと石垣の観光関係の方はみんな回ってね、その応援と、それから私自身がもう6月告示、7月投票の今年改選になるので、はい、20何団体片山さつきはあるんですよ、推薦団体が、はい、特に地方創生大臣やってからまた増えまして、それが今沖縄の中でも一番困ってる、ホテル旅館とかバスタクシーとか、はいはい、まあ、あるいはそういう皆さんを支える侍業とかいろんな方が多いので、今日は一堂に会していただいて、この景気対策とか今後のことを説明したり、いろいろ大変忙しくしていて、もっと沖縄の声、まさに沖縄の声で一番深刻なんですよ、落ち込みが。その一番深刻さがいまいち、自民党本部やあるいは永田町霞が関に伝わりきれてないなと思っております。今回はそのために来ました。はい、ありがとうございま す。まあ、特にね、まあ、タクシー業界、うん、私もその一員なんですけど、もう1日の売り上げが、ね、うん、昼の、ね、運転手さんで3000円とか、うわ、ひどいですね。夜もこのね、まん延防止等重点処置になってからはもう5000円しか上がらないとか、うん、まあ、そういった中で非常に苦しんでる方々も多いです、うん、でまた私の知人のダイビングショップ関係、はい、そこもお客さんが全く来ない、うん、そして今先生がおっしゃったホテル旅館業組合も、うん、こういった宿泊がどんどんキャンセルになって、費用だけがかさみ、まあ、中には身売りするところも出ているということで、はい、まあ、こういったことがなぜか沖縄の現状というのが中央に伝わっていないのはとっても不思議でありまして、まあ、特に沖縄県、まあ、半基地については非常に元気なんですが、うん、こういったことにはもう少し気を配っていただきたいと思っている次第でございます。いや、さて、まあ、さつき先生、今回石垣の方に入って、はい、まあ、実際その現場の感触っていうのはどんな感じでした？うん、いや、まあ、私が保守系の議員だっていうことと、まあ、地方創生大臣だってことが十分分かってのことなので、やっぱり沖縄経済元気にするには、それこそ石垣にはスーパースマートシティという私が大臣の時に作った、はい、計画の中で未来都市を目指そうっていう案もあって、それを今の市長が一生懸命手を挙げてるんですけども、それは空港と空港の周りのところにぐーっとこうね、水素発電とか自動運転とか医療とか、まあ、そういうもので未来を目指せるようなモデルを作ったら、観光だけじゃなくてそのためにみんなが来るじゃないですか、はい、うん、まあ、そういうことを目指そうという意識高いところで、投資も結構注目してるんですよね、はい、でそれをだからもっと県は県として担がなくちゃいけないし、逆に落ち込んでるところでは沖縄の場合はバスタクシーが本当に庶民の足に、つまり今度では私鉄があるじゃないですか、大都市には地下鉄もあるけれども、そういうものの代わりに全部自動車系が庶民の足ですから、はい、これをもっと少年を入れて県は支えなきゃいけない、はい、場合によっては私たちが地方創生臨時交付金で沖縄にでももう何百億単位出しているお金をそういうところに注ぎ込むように誘導してるんですけども、はい、例えば神奈川県や新潟県や兵庫県でやっているバスでどうだとかタクシーでどうだとかと、そういうプラスアルファの上乗せをほとんどやってない、はい、これは非常にびっくりしますね、うん、まあ、そういった中でやはり売り上げ落ちて低賃金に
あえいでる人、そして職を失う人も非常に多い、うん、まあ、元気なのは、まあ、半吉活動家と、うん、まあ、玉城デニー知事だけっていうような感じでね言われているこの沖縄ですが、まあ、この石垣も、まあ、特にこの燃料が最近非常に上がっておりまして、そうですよね、まあ、県の方では、運賃をね県が負担しているにもかかわらず、まあ、沖縄本島よりは約20円ぐらい高い中で非常にそういった、うん、車しか移動手段がないということであえいでる方々もいます。さつさといった中で今回、うん、もともと中山市長の片腕であった方が、今回共産党や立憲民主党いわゆるオール沖縄と組んで、まあ、出馬をしたということで我々も本当に源ちゃん驚いてますよね。びっくりですよ。びっくりですか。はい、もう信頼してましたから、うん、まあ、この方は実はあの尖閣諸島に行ったりですね、うん、あの普天間基地の周辺で私たちと一緒にフェンス清掃活動をやったり、うん、辺野古に行ってあの自衛隊の応援の横断幕を掲げたりした方なんですよ、うん、それがなぜこのように、まあ、180度あの反対側に回ってしまったのか今でも私はとっても不思議に思っていますし、うん、まあ、オール沖縄側とすればいわゆるオール沖縄自体がやっぱり衰退化している中で、うん、保守系の方を取り込むことによってやはりプラスアルファを狙ったのではというふうに私は見ています、うん、しかし現場から聞こえてくる声というのはやはり移住者の特に声の大きな人たちがあのいわゆる反中山に回っているということと、うんうん、またそういった人たちに感化された若者たちがあのいわゆるリベラル、いわゆる左翼思想に染まっている人たちが多い、そして今までそういった島内での公共事業などに預かれなかった業者などの不満が今回対立候補を、ね、推しているということがありまして、まあ、中山さん決して盤石ではなくかなり苦戦しているというのが地元からの声であります、まあ、そういった中で、この石垣市というのは、最近この中共がいろいろ船を送ってくる尖閣諸島をね、うん、あの内包する地域ではあるんですが、 その尖閣諸島、ね、中山先生今までいろいろなさってきたということなんですが、うん、どういったことを。あの私が実はその尖閣に関わり始めたのはあの2005年に政界入りしまして、はい、あの1期4年衆議院議員をやった最後の方に笹川先生、引退した笹川パパの方から、はい、この尖閣諸島にあの定期的に行く人たちのサポートをする人がもうあんまりいないということで頼まれて関わってきて、であの2010年に参議院に復帰してからは、まあ、当分の間も国会議員唯一の顧問が片山さつきだったんですよ、はい、で大臣の時には私抜けてたんですけどそれ以外はずっとやってきたんですけれども、あの初めのうちは良くも悪くもそこまで事態が緊迫してないのであんまりみんな尖閣諸島のことも知らなくてそういう運動も知らなかったんですが、我々が野党になってからあの例の酔いどれ船長の話とかいろんなことがあって、はい、石木さんとか、はい、でそれでようやく片山さんってそんなことやってんのってことになったんですが、まあ、あの私が目をつけられた理由としては、私はあの2004年2005年と旧大蔵省財務省で防衛の司令官であの全部の自衛隊と米軍の基地を見てるんですね、はい、うん、そういう国会議員ってあんまりいないのと、やっぱこういうことって日本中から資金を引っ張ってくることが大事なので、それで白羽の部屋が立って、であの近くまで行ってあのまあ都議会議員の人たちは泳いで上陸しましたし、6年前には水島さんもね行って、はい、あの大変だった時にすぐ電話したりしたんですけど、まあ、今はある意味であのたまに漁業として行くとその逆にこう海保がねずっとついてきてくれているような状態なんですけど、尖閣の魚を食べる会とかもやってましたよ、はい、うん、はい、これがもうさつき先生もご参加されたんですかね、とか 中心人物の人ちょっと前まではちょっと前まではそのお魚うちの議員会館にも来たりして、はい、あのうちの事務所だけじゃさばけないのでみんなでいただいたりしたし、うん、いろんなことがありましたが、まず自民党が野党のうちに
きちっと保守のバネを立てようっていうことの中で、うんうん、あの尖閣諸島をみんな自民党員が知らなかったので、はい、あの党大会で5000部写真集を刷って、はい、上陸写真をみんなに配ったんですよ、はい、それで初めてあの、あ、尖閣って綺麗なとこだねとか、あの昔の鰹節工場の跡、船がついた跡とか、はいはい、それからあの昔は軍服用のアホウドリとかをこうやって立てあのアホウドリがこうゆっくり飛んできてこうパパサパサっとやってこの羽が山の方に落ちて、まあ、今でいうダウンジャケット作りなんでしょうけどこれをやってたとかそういう人間の痕跡の跡って全部日本人の跡で、うん、もう本当に頑張ったわけですよ明治の人からで、まあ、だんだん日本全体が豊かになるとともに戦後は住む人もいなくなって、うん、初めのうちは魚釣り雑誌に出てたんですね、はい、70年代の初めまでは日本の釣りスポットとしてカジキマグロかなんかのあれに出てたから、うん、あのそれであの例の国連の報告が出る前はみんなあんまり言わなかったんですよ、うん、で李登輝さんはいやもうここは間違いなく日本の領土だよとおやめになってあの来日した時にはっきり日本で言ったんですね、うん、はい、でだから分かってるんですよその台湾の船があの遭難した時に助けてもらってその感謝の言葉のあれもあるとでその正しい姿を全部伝えてる写真が完璧ではないけどあってそれをその守る会から借りて仲間さんたちから借りて立派な本にしてそれを全党員に配って、はい、確か当時は幹事長が石破さんで、はい、であの安倍さんが自分の山口県連で1000部ぐらい買ってくれましたね、はい、やっぱこういうのはいいことだってことで本当にありがたい話です、はい、まあ、実はこれ与那国の私の知人の漁民漁業をやってる方からの話なんですが、うん、あの非常に危険な目に遭ったという話があります。いやそれはそうでしょう、はい、どんな実は与那国島から尖閣諸島に漁に向かうために漁船を出している時に、うん、この公海上でですねどこの船かわからない漁船にあの接舷されて乗り込まれたって言うんですよ、うん、するとなんとピストルを突きつけてですね帰れと言われて。なんで漁民がピストルいっぱい持ってんの、はい、これが非常におかしな話でございまして、まあ、当然日本人ではございません、うん、どこの国かというのもわからない、ね、日本語を喋らない連中に乗り込まれてこうして銃を突きつけられて帰れと言われてもう本当にその時帰ってそれから怖くてもいけないっていうことになっていたんですが、うん、まあ、彼曰くなんで日本の、あの領土なのに私たちがこうしてあの行けないんだといつになったら安心してそういった漁場に行けるようになるんだっていうことをね、まあ、おっしゃってたんですけどね。いやだからいろんな案が出てね尖閣には尖閣固有のモグラとかあのあと話してきたヤギもいるし、はい、でそれがあの生態系をあの傷めてないか見に行くべきだとかそれから固有の植物もあってでそれを琉球大学の方がかなり調べていて、はい、でその資料も含めてかなりのアセットがあるのでそれをあの自民党が政権を取り戻す前後ぐらいにあの今経年会長やってる中川京樹さんとかみんなで来られて、はい、新垣さんとかが、はい、であの英語日本語その他で立派な本にしてで各国の大使館に配ったんですよね、はい、でその予算も私頑張って取りました2012年から13年にかけて、はい、でちょうど政権復帰とともにすぐ総務政務官になってたのであの政府の方でも動いてだからそういうことをずっとやってきたのでとっても思い入れがあります。はい、まあ、現在この市長選を戦っている中山市長、うん、実はこういったあの尖閣諸島の各島のいわゆる標柱、うん、はい、標柱というとここは日本の領土で何という島ですというものを石で作ってですね、うん、今準備してあるんですよね、はい、でそれをそうなんですよ、市長は建てようとしてるんですが、うん、それをなかなか国が認めようとしない。まずねその尖閣諸島を守る会ではみんなあの尖閣諸島の日というのが1月にあってでそれも私も政務官の時にも出たんですよね。でそれはあの、はい、公職者が出たのは初めてだったんですけれどもそこでもスピーチをさせていただいたんですけれども殿城だけじゃなくて殿城尖閣にしてほしいってことをずっと言ってきて、はいはい、で市議会から挙げて市長さんが頑張って殿城尖閣になってこれは地方自治で認められた権利ですがで私国会でそのことをテレビで素晴らしいいいことだということで当時担当大臣はあの江藤誠一さんだったんですけれども私が江藤さんにその質問をしてそのやり取りは今 YouTube で
10万回ぐらいなってるじゃないですかね、サツキチャンネルにも。あのすいません、YouTube こちらのチャンネルと同時に、YouTube サツキチャンネルもぜひ登録してください。あの貴重な情報がいっぱい入ってます。でそれもやったんですよ。でそのやり取りも年に1回ぐらいは誰かがやらないと日本の国会ってぬるんでるんじゃないかって言って付け込まれちゃうんです。だから常に前に出て進んでいないと、そういうこともとても国会議員の発言や質問としては大事だってことも皆さんには分かっていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、こういったふうに、まあ、今の石垣尖閣、うん、まあ、本当に毎日のように、まあ、中共の海警局の船が、うん、いわゆる接続水域をう、まあ、うろうろしたり、佐藤、あの酔いどれ船長の時にもそれが公開されたんで、はい、石木さんのおかげで日本中が気がついて、世界中が気がついて、あのオバマ政権も分かったんですね、やっぱり、はい、あのそれまではあのあんまり中国を脅威視してなかったのはこれはまずいわとやっと分かってきたんですが、はい、それだけじゃないんですよね、問題は。はい、あの海警の法律が変わってもうほとんど軍と一体になれるようになっちゃったんですよ、はいはい、近年その法律の改正も非常に怖いし、それから私はあの日本に国際金融都市を取り戻そうってことも金融調査会長として先頭に立ってやってるんですが、うん、これもみんなそこまでいかないと思ったけど、香港からどん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 自由と人権を民主主義を奪っていて、対立政党は立候補できない、まあ、事実上の共産党一党独裁に近いような選挙にしかならない、うん、デモに入ってた方々はまあ、拘束されて出てきた後はツイッターが真っ黒になっちゃったとか、どんどんエスカレートしてるんですね。だからこの数年間悪い方に悪い方に行ってると、その脅威は本当に私たちは感じてどんどん発信はしてるつもりなんですけど、ここ沖縄に来てそのことを私たちが痛感して、で一連の政策はそういうことと関係してるっていうことを沖縄の皆さんにはお伝えしたいと思います。ありがとうございます、はい、まあ、尖閣につきましては、元米海兵隊政務外交部長のロバート・D・エルドリッジ氏が、まあ、なぜ日本は堂々と実効支配をしないのか、うん、これが私たちであればそこに公務員を配置し施設を作り、はい、確たるやはり実効支配をやるのに日本政府はこういったことをしなければ、まあ、世界からここは日本のものではないという疑念を日本自身が持っているというふうに見られると、まあ、そういったふうにおっしゃっていましたが、ぜひまたさつき先生にはこういった部分についてもどん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 指導力を、ね、発揮していただいて、真の実効支配、そして地元の漁師が安心していけるような豊かな漁場を、活用できるような方向に持っていってもらいたいと思います。しかし今、世界ではこの力による現状変更がどんどん進んでおりまして、この尖閣のみならず、私たちの近くで言えば台湾、そして東欧の方ではウクライナで、先生このような力による現状の変更が今進んでいるんですが、それにつきまして先生どうお考えですかね。あのウクライナについては本当に私が強烈に覚えているのは、ソ連が崩壊してあの独立共同体国家になった時にウクライナだけが日本政府に手紙をよこして、イークラにあるロシア大使館の一部は独立国家となってロシアとは全く別の国であるウクライナのものだから一部面積割りでよこせって言ってきたんですよ。はい、それを言った国は他にもいっぱいありますよね、カザフスタンとかいろいろ、どこもなくてウクライナだけなんですよ。はい、だから、まあ、いわゆる白系ロシアの国と言われながらもあのかなり反ロシア意識が強いんですよね。でそこにチェルノブイリもあったし、うん、それから旧ソ連時代の非常に強い軍隊もあって、はい、で核弾頭もあって、それを米ロでみんなでこうロシアが市場経済に移行するときにこうバラしていこうと、だからロシア支援と共同して G7 ではウクライナ支援というのが非常に大きかった。でウクライナからの移民はカナダとかに多くて、はい、でカナダ政府が必死にウクライナ今困ってるから小麦を送ろうとか注射針を送ろうとか言って、それを私が担当の、 あの官僚として92年93年にまとめたのを強烈に覚えてますね、はい、だからあの時はエリツィンだったんですけど、ロシアに次いでやはり困っている大国としてウクライナというのがもう浮上してたと、まあ、その時から微妙な関係であったということなんですよ。うん、であのこの間クリミアの時には
まさにクリミアのあたりにはロシア系の人も多いわけ でクリミアのところはロシアが戦術として軍事戦術として絶対外せない不凍港がありますから、まあ、何のかんの言って、停戦合意のようなものを結んだらそれがうまくいかないとか言って結局まあ事実上取ってしまったという、はい、最悪のパターンになったんですけれども、まあ、今回の場合はいくつかのパターンがありえるんですけれども、はいはい、ベラルーシ側は完全にロシアとルカシェンコ大統領が機を一にしてますからキエフという首都まで非常に近いので、まあ、そこを抑えてしまえば、まあ、簡単に陥落するだろうということでやるのか、あるいは共和国が2つあって旧共和国がここロシア系住民が多いので、はい、まあ、そちらから入るのか、まあ、そちらの方はもうちょっとかなり非常事態に近いような状態になっているんでありますが、いずれにしてもずっとそれ以来西側がロシアを制裁してるんで経済的にかなり困ってて GDP も全く伸びていないもんですから、ここで何かをしないと国内政治的に持たないというプーチン大統領の事情がおそらくあって、でエネルギー問題で首根っこを抑えられているかもしれない、まあ、ドイツ、まあ、日本も一部苦しい中からのエネルギーを振り分けることにしてこれは非常にいいことなんですけれども、パイプラインがあるんでフランスもドイツもやっぱり交渉に行きますよね、はい、まあ、まさに第二次大戦以来のことになっちゃったと、うん、そうですね、まさに今本当に火薬庫になっているということなんですが、まさに自由主義諸国いわゆる民主主義国家と、まあ、対を成すいわゆる独裁国家がいわゆるロシア、そして私は中共だと思っていますが、うん、まあ、そういった国々が今後その覇権をさらに拡大するために、まあ、ウクライナに侵攻、そして同時に私はこの台湾にもちょっかいを出すんじゃないかというふうに危惧をしているんですが、佐々先生はどのようなお考えですかね。いやですからロシアは ROC でしか五輪に出れないにもかかわらず、まあ、その他の国が政治的にボイコットをしたのでその北京五輪における賓客がプーチン大統領になってしまったということの中でほぼほぼ一党独裁の両国がなクローズアップされた首脳会談というのは非常にシンボリックなもので、まあ、逆にこうなっちゃいけないと世界をこうしちゃいけないということで我々の団結が問われるわけですよね、はい、まあ、だからウクライナのゼレンスキー大統領というのはウクライナはずっと腐敗が続いたので国民的に人気のあるコメディアンである彼がなって、まあ、一生懸命やってるわけなんですけれども、うん、NATO に入れ、つまり NATO と一緒にならないと単独では戦えないんですよ、はい、全部ミサイルとか解体しちゃってるわけですからウクライナ軍は他の国よりは強いですよ、ロシアの周りにある。だけれども単独でロシアと対峙したら勝てないから、うん、それは安全保障同盟を結ばなきゃいけないと。翻って日本は日米安保の下できちっと、まあ、尖閣もその適用領域であるってことをバイデン大統領も言ってくれたんだけれども、ただまず率先して日本が日本の領土である尖閣諸島を守りきる体制を取らなきゃダメで、うん、誰も住んでいない尖閣のために先に米国が出てくってことはないから、そのことがさっきの標識の話も誤って、標識を立てるということをやると向こうはそれを理由に入ってきますよね、うん、それを完全排除できる体制を取らなきゃいけない。つまり日本においては早急な防衛力強化が、はい、今も頑張ってますけど海上保安庁の強化とかね、それに加えて海事の強化とか今もやってますけれども、それ以上のものが必要で、まあ、1000キロ射程の、極超音速ミサイルに対応できるような、うん、陸海空自衛隊全部に配備できる、まあ、それは菅政権の時にちゃんと決めたんですよね、導入を。で今着々と進めてるんですが、まあ、前倒したり強化しなくちゃならなくて、まあ、そういうことで反撃されるよということになったらやっぱり来れないですからね、はい、そうなるともう時間がないのであと1年かけて議論してるんじゃなくて早急に議論した方がいいと思います、うん、はい、まあ、そういった非常に焦げ臭い匂いがする、まあ、台湾、そこに近い石垣で、まあ、今回中山市長の対立候補として出てきた方がいわゆる反自衛隊のような方向の補正を取ってると、うん、もう始まってますよね工事が、はい、自衛隊のそれをなぜか、ね、邪魔するようなまた住民投票だとか住民の声を聞いてとか言ってですね、まあ、日本の国防をないがしろにするようなことをやっていればまさに締めたと思う国が
あると私は思っております、うん、まあ、そういったことを防ぐためにもやはりさつき先生には日本国は自主防衛、これをやはり確立するために今後防衛力の充実強化についてまたご尽力をお願いしたいと思っております、うん、それは8年続いた安倍政権でも総理が何度もおっしゃってたように、そのアメリカの若い兵士の血を流すということがあるんであれば、日本ができることをやることは大前提ですね、はい、保護と盾の役割分担という、まあ、日米アーポの偏務的な状況もありますが、我々はその憲法下で、現行憲法下で可能な法改正は全てやって、そのことをアメリカにも非常に強化されてますので、あとはその実力をきちっとつけるということだと思うんですよ。でそれをしないと結局ね、陸上自衛隊もきちっとここにいるということも含めて、もちろん海空もそうですけれども、最後は上陸してきますから、はい、うん、まあ、あるいは最初から上陸してくるか、作戦は何通りもあるんでしょうけれども、そこにやっぱり存在してなかったら絶対ダメで、存在してなかったら絶対に守りきれないですよ。よくあるから危ないって言ってるんですけど、とんでもないですね。それを狙ってるんじゃないですからね。はい、ありがとうございます。まあ、このような形でぜひね、さつき先生にはご尽力いただきたいと思っております、はい、頑張ります。もっと頑張ります。はい、まあ、私も、この、日本のいわゆる自主防衛、そのためにはこの沖縄というのは非常に重要な場所を私は、占めていると思います、うん、沖縄県民がいつまでも、きれい事や反基地に惑わされて眉間にしわを寄せ拳を振り上げるのではなく、やはり沖縄が沖縄でしか担えないことを誇りを持って担える、そんな県民になれるようこれからも情報を発信していきたいと思います。さて、さつき先生、はい、沖縄実は今年復帰50周年でございます、はい、そこでね、今日はさつき先生に私からプレゼントが実はあるんですよ。嬉しい。これはもう今では手に入れない大変な重要なものでございますが、カメラさんちょっと寄っていただけますかね。はい、この金色に輝くメダル、これ実は後ろに日本の国旗が刻印されておりまして、これ実は復帰の年に沖縄の子どもたちにということで内閣府から沖縄に贈られたメダルの1個でございます。しかしこのメダル、実は沖縄の子どもたちに渡ったのは数少ないんですよね。あら、はい、実は当時この復帰に反対していた教職員によってこのメダルの多くが子どもたちから取り上げられて行方不明になっています。それを今日はさつき先生にその1枚を、ね、差し上げたいと思います。すごく嬉しい。皆さん本当ありがとうございます。これさつきチャンネルでも改めてしっかりプレアップして、私この時に、はい、この年に当時の東京教育大学附属中学の1年生に入ったんです、はい、今筑波大学の附属、この度、はいはい、高校に悠仁様がお入りになると、はい、いうことになっておりますが、はいはい、そこに入った年にみんなでテレビでなんかいろんな復帰のニュースとかを見てましたよ、はい、その当時、まあ、沖縄の子どもたち、特に義務教育の家庭の子どもたちに贈られたメダルなんですよ、うん、それがなんと沖縄の教職員によって子どもたちが取り上げられ行方不明になってたものを、私は独自の調査によってあるところに保管されてるのを突き止めていただいてきたものなんですよ、ね、どんなところにあったんですか、言えないか。いや、これはもう私に渡してくれた方がこれはもう死ぬまで持っていかないという秘密だから絶対に言わないでくれっていう条件でいただいてますんで、うん、これ私、総務会という自民党の意思決定機関がございますので、はい、かけていって、はあ、嬉しい、でそれを紹介します。当時沖縄の子どもたちの胸に、うん、輝いてるはずのメダルが取り上げられ、はい、このようにね今になって発掘をされると、まあ、そういった沖縄の教職員のおかしなところが今でも続いておりまして、まあ、沖縄ではそういった教職員組合による偏向教育、まあ、歪んだ平和教育などが行われ、
沖縄の子どもたちに悪影響を及ぼしています。さつき先生は経済そして国防などに非常に明晰な方だとは思いますが、はい、やはり日本の未来を担う、子どもたちの教育、こういった教育は国家100年の計としてですね、うん、今後さつき先生にもいろいろご尽力をいただき、この沖縄のみならず日本全体の教育改革にもですねぜひ力を尽くしていただきたい。まあ、日本の一番の財産はやはり私は子どもたちだと思ってます。そうです、どこの国でも国の将来を担う子どもたちの教育が一番で、うん、これは沖縄はある意味でとても恵まれた地位にあってほしいんです。はい、デジタルにしても英語教育にしてもね。でもその一番重要な国の成り立ちとか歴史とかそういうところで正しい認識を教えないとしたらこれは由々しき問題なので、そこはもっとはっきりと言っていくべきだと思いますし、このメダルをいただいたことを記にしてしっかりと申し上げてまいりたいと思います。はいはい、素晴らしい。これこのメダルは本当にさつき先生の心意気に私感動しまして、はい、今日準備しました。ありがとうございます。今沖縄では北谷町などで、自動運転、これカヌチャでもありますけどそういったものも行われております。しかし本当に細々とした形で進んでおりまして、今後復帰50年を機会にですねそういったものにもさつき先生ぜひ目を向けていただいて、もっと大規模にこの沖縄をね、いわゆるダイバーシティ、日本の先駆けとなるようなところにしていただくよう、この復帰50周年を機会にまたご尽力いただきたいと思っております。はい、実は私が地方創生大臣の時にスーパースマートシティ構想を出しまして、法律が翌年通りまして、今沖縄県の中では石垣市だけは手を挙げてるんですけれども、これはやっぱり沖縄県全体が島の守護体でありますから、石垣が先へ行ってもいいし他でもいいんですけれども、島ならではのそのエネルギー供給、つまり自給率を上げてかつエコにして、その電動 AI 利用みたいな形で高齢化対応をすると、でその先のサービスとして沖縄のさまざまな優れたものを使ってその SDGs、 食べるものからサプリからあるいは運動方法まで SDGs と、こういう打ち出しをしたらまさに日本中からだけじゃなくてアジア中から世界中からお手本を求めてくると思うんですよね。だからもう誰にも変えられない素晴らしい唯一無二の沖縄ですから、そこをまさに今岸田政権が目指しているデジタル未来都市のもっと最先端デジタル未来都市モデルのスーパーシティに押し上げていきたいし、そうすると日本中から投資しますよね。はい、うん、そこをよくねどこの企業からも投資させるんじゃないかって言うんですけれども、私がいろいろ相談を受けてる市町村って全部やっぱり議会や住民の同意を取らなくてはいけないので、機関となるところはメイドインジャパン、はい、っていう条件をほとんど事実上付してますし、はい、実際機関システムにおいてはほぼほぼ全部みんな手を挙げてるところは日本企業ですよ。はい、そこが誤解されてて、この法律はそういう制限を自治体がかけてもいいものなんですよ。だから問題は自治体の市長さん首長さんに非日本国愛がない人を動かない選ばないことが重要なんですよね。はい、そこを選ばれちゃうと入ってきちゃうんで、はい、だから一つ一つの選挙がすごく大事なんです。はい、はい、ということでね、今戦われているこの石垣市長選挙も非常に重要な選挙でございます。その通りです。まさに中共の欲望を止めるか、それとも、蹂躙されてしまうのか、それが問われている部分もあると思います。ぜひ石垣の方々良識ある選択をしていただきたいと思いますし、全国の方々もぜひ、このさつき先生の思いを汲み取っていただき、これからも沖縄のこと、石垣のこと、そして日本のことを共に考えていっていただきたいと思っております。はい、はい、ということでさつき先生、最後に一言。あっという間に時間が経ってしまったんですけれども、やはり国家国民を守るというこの保守政治の理念として、私は日本を心から愛して愛し抜いている政治家で、それが人生そのものでございますが、今や日本の領土領海領空本当に危機に瀕しているんですね。
で、まあ、危機に瀕しているというか危機が顕在化したんですよ。今こそは守り抜くために必要なことは国会議員として何でもやってまいりたいと、まあ、それが今度の参議院選のテーマにもなると思いますので、これを胸にかけて、はい、ありがたい、抜きますので、はい、どうぞご支援をよろしくお願いします。さつきチャンネルのご登録もぜひよろしくお願いします。今日はボギーさん本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。沖縄の皆さんぜひ、双方向でインタラクティブにお話をしてまいりましょう。はい、ということで、本日は、片山さつき参議院議員をお招きし、いろいろお話をしていただきました、はい、まさに国防意識、自国は自国で守る、自主防衛、そういった、参議院議員がいることを心強く思います。本日はさつき先生ありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、素晴らしい、これ総務会にこれをつけて出させていただきます、はい、ぜひお願いしたいと思います。ありがとうございます、ではさつき先生またお会いしたいと思います。ありがとうございました。